このコーナーは秋田県住みます芸人のチェスが番組スタッフ越前 AP に秋田県内の知ったけいいところをプレゼンするコーナーです。勝者には椎名ちゃんの番組内で自身の冠コーナー獲得の権利が。今日も番組スタッフ越前 AP に気に入られるためにチェスの2人がそれぞれ自慢のスポットや美味しいものを紹介し競いながら街の魅力もお伝えします。今回は食器やインテリア小物などを扱うセレクトショップルボアにお邪魔します。ちょっと気になりますね、はい、これはなんかいろいろ石鹸とか、うん、あ、そうですね、こちらフランスのが主なんですけども、うん、フランス、フランスですよ、つけちゃったオフランスですよ、はい、わあ、いい匂いする、犬みたいな犬の嗅ぎ方だから、ね、ここに来た瞬間なんかね、こう、はい、わあ、懐かしいよね、わあ、いいな、でもいい香りします、いい香りしますね、わあ、マイルド、これはあのソープ、石鹸、ね、石鹸ですね、あとメイドインフランスと書いてある、あとその右の方のスプレーとかは、あの家庭用 の、 あのお掃除のものとか、真ん中は食器洗い用とか、洗剤も、あ、そうですね、洗剤、おしゃれな洗剤、おしゃれですね、なんか置いとくだけでちょっといいですよね、いいね、あ、私目スパイファミリーって書いてるから、書いてるからな、目がスパイファミリーはちっと漫画なの、アーニャ洗剤大好きじゃないんだけど、うん、いいですね、あ、でも、うん、マルセイユディッシュソープ、あー、ね、海外いいですね、いや、こういうのいいな、確かにボトル取っときたくなる感じ、これも側もおしゃれですよね、飲み、ね、物とか缶とかが好きで、あ、そういうこと、そこもね、やっぱそう大事ですよね、これなんて書いてます、これなんて書いてますか、これどこどこ、フランス語なんですけど、これ上からちょっと読む、これフェイ、裏見ると書いてある、フランスに行くといいことあるよ、うん、ミスタードーナツ、ちょっと待って、なんで中国語人みたいないいことあるよでも中国人みたいになってます、うん、ええ、おしゃれ、すげえ、あら、かわいい、あ、それも缶に入ってない、缶だ、石鹸、マークもまた馬の馬のね、うん、あの蹄鉄、うん、おしゃれ、かわいい、マルセイユの、これもマルセイユ、これも同じ、メーカーさんも同じ、スパイファミリーですね、いい、スパイファミリーじゃないですか、スパイファミリーですね、素敵、いくらくらい、あ、ケース付きで1980円で、うん、お、まあ、でもね、これだってケース使えるし、これ、うん、そうなんですよ、取っておける、かわいいですよね、かわいいですよね、うわー、素敵です、いや、ちょっとこれね、生活が楽しくなる、いや、ね、ほんとかわいいな、うん、落としたの、わー、いや、ここね、こういう形のね、はい、フランスもなかなかいいじゃないですか、うん、やっぱりこう普段どうしても百均とかでね、もういいかなってなりがちな生活の中に、やはりこういうのを取り入れる、そういった上品な生活をしてみたいですよね、ではまた来週下品なやつが締めじゃないよ脱毛しようかね次回も知ったけいいとこプレゼンします。